ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。何かおすすめの映画はないかしら？おすすめの映画か。いろいろありすぎて評価があまり良くない作品も中にはあるんだがな。評価が良くない映画だったら見てても時間を無駄にしちゃうじゃない。だったら、その逆をおすすめするぜ。どういうことかしら？赤字だったり、評価の悪い映画を紹介すればいいんだ。そうすれば残った映画は評価の良い映画ってことになるぞ。なるほどね。じゃあ、教えてちょうだい。じゃ、今回は令和ではありえない映画10選を紹介するぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一本目に紹介するのは、北京原人風アユーだぜ。マンモス？簡単に説明すると、2001年、日本の研究所が北京原人の骨の DNA をもとに、現代に北京原人を復活させることに成功したんだが、中国政府が北京原人は中国のものであると言い、連れ去ってしまう。現代人に翻弄されてしまう北京原人はどうなってしまうのか、というものなんだぞ。今回は1988年の日中合作映画、敦煌など、数々の超大作を成功に導いてきた佐藤淳也がメガホンを取ったんだ。どうなってしまったのかしら。当時の香港映画界屈指のスター、ジョイ・ウォンをメインキャストに抜擢するなど、国際色豊かな豪華キャスティングで注目を集めたぞ。世界的な注目を浴びたのね。50万年の時を超えて現代に蘇った北京原人と、現代人の交流を描いた SF ファンタジー作だが、北京原人藤隆が陸上大会に出場して、その驚異的身体能力を披露するという、もはやコメディ映画と言ってもいい展開だぞ。SF ファンタジーからコメディに切り替わってしまうのね。そして、20億円もの制作費に対し、興行収入は4億5000万円に終わってしまうんだ。当時、タイタニックなどの洋画に押されっぱなしだった日本映画界に追い打ちをかけた。新作として記憶されるに至っているんだぞ。洋画に押されっぱなしだったのね。でも、タイタニックが相手なら勝てないのはしょうがなかったわ。二本目に紹介するのは、真田重雄氏だぜ。聞いたことある。時代劇映画だったわよね。舞台が人気だったってネットで見たわ。舞台の主演は、中村勘九郎さんで、主演と脚本は堤幸彦さんだったんだ。映画版では松坂桃李さんや元 AKB48 の大島優子さんも加わったから期待大だったんだぞ。そういうキャストならヒットしそうなのに。どうして思ったほどの売り上げがいかなかったのかしら？評判が良くなくて、ビジュアルは良かったのに興行的には振るわなかったんだ。なんでなの？いろんな原因があるみたいだぜ。歴史ものとしても、コメディとしても、どちらも中途半端だったり。設定やストーリーが浅かったり、内容が軽すぎるという指摘もあったんだ。ストーリーは大事だもんね。その部分で評が悪いと難しいわよ。真田幸村が腰抜けだった設定が多くの人にかなりの不評だったんだぜ。なんで、真田幸村を腰抜けの設定にしたのかしら？真田幸村といったら大名で優秀な武将たちから慕われているわよね。腰抜けに設定した点に関して、多くの人が疑問を感じたようだな。それにストーリーにコメディ要素を加えたのが映画ではうまく受けなかったんだ。コメディ部分が受けないとなるとうまくいかないことが多いわよね。真田幸村は歴史上の人物としてたくさんのファンがいるから。その人物にちょっと変な設定やギャグ要素を加えると評価が下がっちゃうんだろうな。興行面ではこの映画の評価はどうだったの？興行面ではあんまり良くなく、上映巻数が321巻で興収ランキングは7位スタートだったんだ。それからランキングは上がることがなかったぞ。SNS でも映画館がガラガラだと投稿されてることが多くあったみたいなんだな。それに対して、山田孝之さんの主演の闇金牛島くんパート3は、上映巻数が184巻なのにランキング4位だったんだぜ。上映数がこんなにも違うのにこんな差があるんだから、真田重雄氏の不人気が際立ってしまうわね。結果、興行収入は約3億円を見込んでたのに、思った興行収入にならなかったんだ。でも、アクション部分は評価されているから、アクション映画を楽しみたい人にはいいかもしれないぞ。なるほどね。この映画を見た人は感想を教えてほしいわ。3本目に紹介するのは、ラプラスの魔女だぜ。ラプラスと言ったらポケモンよね。ポケモンのわけがないだろう。このラプラスとは、フランスの数学者ラプラスが本の中で登場させた。ラプラスの悪魔という超常的な力を持った架空の存在のことなんだ。一体どんな存在なの？もしも、ある瞬間における全ての原子の位置と運動量を知っている存在がいたとしたら、その存在は物理法則に従って、その後の状態を全て計算して、未来を完全に予測することができるのではないか、というものだ。何言ってるのか意味がわからないわ。つまりは今の瞬間に起きていることすべてを知れたなら、次に何が起こるか未来予知できるんじゃないかってことなんだぞ。未来予知ね。このラプラスの魔女は、東野圭吾さんが2015年に出版した小説を映画化した作品なんだ。
この作品は、硫化水素中毒によって命を奪われる事故が発生し、警察が専門家である大学教授に協力を依頼する。当初は事件性を否定していたが、数日後に別の場所で再び同様の事故が起きる。そんな状況に頭を悩ませている彼らの前に、自然現象を予見できる女性が現れるという内容なんだ。その女性がタイトルになっているラプラスの魔女なのね。広瀬すずさんの役かしら？そうだぞ。この作品には敵と味方で二人のラプラスの悪魔が登場する、超能力サスペンスものだな。内容的には面白そうなのに何がダメだったの？映画版は原作から3年後の2018年に公開されたんだ。監督には三池崇史さん、メインに桜井翔さん、広瀬すずさん、福士蒼汰さんらが演じているぞ。かなりの豪華キャストじゃない。この映画の問題点は監督だったんじゃないかと思われるぜ。三池崇史さんね。ジョジョの大冒険、テラフォーマーズなど無茶な実写化とか押し付けられてるような部分があるが、それにしても大コケが多い人だよな。そしてこのラプラスの魔女は、それらの無茶な実写化よりもひどいとの声が多いんだぞ。それよりもひどいなんてどんなダサく映画なのよ。この映画のどこが悪いかの話になると、全部と答える人が多いんだぜ。強いて言うなら、桜井翔さんの役の大学教授は、変人なのにキャラが成り立っていなく共感できる要素が全くないんだ。共感できる要素がないのは致命的ね。正直、他のキャラもそんなのばっかりで、キャラ付けにうまくいかなかったのが、この映画の足りない部分なのかもしれないな。他の演技の時に比べて、この映画の演技力はいつもの半分も出ていなかったんじゃないかとも言われているんだ。他の理由をつけるとしたら、ミステリーというほど特に謎や意外性がないという声も多かったぞ。超能力の話だからね。ちなみに小説と映画の違いがあるのか知りたいところだわ。小説も映画もどっちも見た人がいるなら感想を聞きたいところね。4本目に紹介するのは、デビルマンだぜ。デビルマンはアニメだったのよね。そうだぞ、先に言っておくと、この映画は歴代の映画の中でもかなり評価が低く、さらに映画の内容的にも興行的にも、大失敗に終わったと言われているんだ。なんでそこまで評価が下がってしまっているの？まずこの映画は、永井豪さん原作の漫画を実写化した作品で、原作漫画の完全実写化というスローガンをもとに約10億円の制作費を投じ、当時最先端だった CG 技術をふんだんに使い制作されたんだ。ヒットするような雰囲気なのに、ヒットどころか約10億円の制作費を使ったのに、興行収入は半分の5億2000万円だったんだぞ。かなり多かった批判は、原作を2時間に凝縮したことによってストーリーの整合性が取れていない、演技力がなさすぎる、と言われていたんだな。言われたい放題ね。この映画において重要な配役に双子のイケメン俳優が抜擢されたんだが、当時この二人は無名だった上に、演技力もあまりなく批判される要素の一つだったんだぜ。演技力はあるものだと思って映画を見に来るのは当然よね。そして、原作のストーリーを短くしたことによって、必要な場所がカットされていたりと、原作を知っているファンにしてみればかなりがっかりしたみたいなんだ。CG も思っていたほどにならず、期待を超えることはできなかったみたいなんだぞ。映画の失敗ポイントを全て網羅してる感じね。評価が低いのもわかる気がするわ。アニメで人気のあるものを実写化にするのは難しいことなのね。5本目に紹介するのは、ダイナーだぜ。ダイナーちょっとわからない。このダイナーは2019年出版の平山夢明さんの小説、ダイナーを原作とした映画作品なんだ。この原作のダイナーは、第28回日本冒険小説協会大賞、第13回大藪春彦賞などを受賞していて、週刊ヤングジャンプでも漫画化されているぞ。小説に映画に漫画になるなんてかなり人気作品じゃない。あらすじは、お金に困ったごく普通の女性、大バカな子が、裏社会の仕事に関わったことから拘置されてしまう。そして、裏社会の人間が通い詰める会員制のダイナーで、ウェイトレスをすることになったかな子は、裏社会の人間の様々な人間模様に触れていくことになるというものなんだ。面白そうだけど、裏社会なんて怖そうね。この映画は、監督に長川美香さんで、主演を藤原竜也さん。他にも玉城ティナさんらがメインを務めているぞ。キャストはかなり豪華ね。実際にこの映画の演技はかなり高い評価を得ているんだ。しかし、この映画は監督の実力の問題なのか、原作やキャストの良さを生かしきれていないという意見が多かったんだぞ。蜷川美香さんといえば、沢尻エリカさん主演の、ヘルタースケルターで注目を浴びたわよね。そうだぜ、蜷川美香さんのお父さんが有名だよな。蜷川美香さんは2007年に映画監督としてデビュー。映画監督する前は写真家として様々な賞を受賞していたんだ。写真家から映画監督に転身したのね。このダイナーは3作品目の監督作品なんだぜ。その後には、人間失格太宰治と3人の女たちなども手掛けているんだ。すごい人なんじゃない？
元は写真家だが、AKB48 をはじめとして、いろんなアーティストの PV なども手掛けていたからな。業界での実績と信頼があったからここまで来れたのだろうと思うぜ。そんなに評価が良さそうなのにどこがいけなかったの？この映画でとにかく口々に言われているのが、ストーリーやメッセージ性が皆無ということだ。あらすじだけ聞いてると逆に人間ドラママシマシな作品かと思ったけど、原作小説の時点ではそうだったのかもしれないが、映画版では蜷川実花さんの意向で独特な雰囲気が追加されて、チャーリーとチョコレート工場、不思議な国のアリスなど、ティム・バートン作品のようだと評価する人もいるんだな。イメージだと全く逆なのに、ダイナーを舞台にしているのに料理も色合い重視で、全く美味しそうに見えなかったり、変なタイミングでオーケストラが流れたりと、正直ついていけない内容だぞ。蜷川実花さんは芸術肌なのね。他には原作で人気のキャラクターがどんどん退場していってしまったり、ラストのバトルもあまりに動きに必然性がなかったりと、いろいろと端折りすぎていて、最後にメインの二人がくっつくことに納得いかないとの声が多かったりもしたんだ。原作と違う内容にしてしまうといろいろと問題が出てきてしまうものよね。ただ、映画監督としてまだ日も浅いから、これからを期待していきましょう。6本目に紹介するのは、さよならジュピターだぜ。さよならジュピター？さよならジュピターは、1984年に東宝と株式会社イオが共同制作した、日本のオリジナル SF 映画なんだ。そして邦画を代表する打作としても有名なんだぞ。SF 映画となるとオリジナルで制作するのはかなり大変そうね。この映画の舞台となるのは、西暦2125年の未来の世界。この世界では宇宙工学が目覚ましい発展をしていて、人類が太陽系の他の惑星の開発などに着手していたんだ。約100年後にここまで現実もいけるかしら？どうだろうな。主人公はその太陽系開発機構の人間で、ある時の調査で太陽系の外側に何か異変が起こっていることに気づく。調査を進めていくと太陽系の外側に中規模のブラックホールが、太陽に直撃するコースで向かっているという。太陽とブラックホールが接触すれば地球は人が住めなくなってしまう。そこで木星を核爆発させて軌道をそらす計画を実行していく話なんだぜ。めちゃくちゃ規模のでかい話ね。しかし、その中で太陽系開発に反対する宗教団体や、そこに所属する元恋人との再会など、複雑な要素が絡み合った作品となっているんだ。内容的には難しそうな話だけど、理解さえできれば楽しそうな感じがするわ。主演は三浦友和さん、ヒロイン役は小野美幸さん。監督には日本の SF 御三家とも呼ばれる作家の小松左京さんや、ゴジラシリーズを手掛けた橋本浩二さんらが手掛けたんだ。小説は2冊にもわたる超大作なのにもかかわらず、2時間の映画に何でもかんでも詰め込んだせいで、視聴者がついていけなくなってしまったんだぞ。小説通りに映画にしたら2時間では終わらないところを、2時間で終わるように凝縮してしまったのが、この映画の大コケの理由なのね。それもあるが、この映画では主に、木星爆破計画、宗教団体とのバトルシーン、主人公とヒロインのラブシーン、他惑星の生命の存在、などの要素を扱っているんだ。こんなに内容があったら2時間ではまとまりきらなそうね。制作費に6億円かけたのにもかかわらず、ほとんどが回収できない上に、監督が借金を背負うことにもなってしまったんだな。そんな大変な目にあってまで監督なんてしたくないわ。7本目に紹介するのは、R100 だぜ。この映画の監督さんは松本人志さんよね？この映画で4作品目になるんだが、どんどんと興行収入が減っていっていたんだ。この4作品目も10億円もの制作費を投入したにもかかわらず、興行収入は2億円という大赤字だったんだぜ。何が原因で大赤字になってしまったの？難解すぎるストーリーと SM への描写が浅すぎたのが原因と言われているんだぞ。主人公の思考が難しく、松本人志さんのお笑いセンスを敬愛するファンも、制作意図を理解しきれなかったみたいなんだ。なるほど、意味のわからない映画になってしまったのね。松本人志さんのような天才の考えについてこれる人は少なかったのかもしれないわ。8本目に紹介するのは、幻の湖だぜ。これは一度も聞いたことがない映画だわ。今から41年前に映画になった作品だからな。そして日本映画界、史上最悪の問題作となってしまったんだ。そんなにひどいの？この映画は東宝創立50周年を記念して制作されたんだ。橋本忍さんが脚本を手掛け、最高レベルのスタッフが集まり制作されたのに、公開からたったの2週間で上映はおしまいだったんだぜ。そんなにすごい映画なのになんで2週間で終わってしまったの？それは、この映画のストーリーが、わけがわからなすぎるからなんだ。評価も邦画界最大のバカ映画と最悪なんだぜ。ストーリー的には風、情が復讐を誓い、マラソンをしていたらスペースシャトルが打ち上がるといった感じだ。ちょっとわからないわ。放映当時の評価は散々だったんだが、
2000年代に入ってコアな映画好きの目に留まるようになり、そこからは結構人気が出たらしいぞ。人気が出るのはいいことだけど、やっぱり内容は未だによくわからないわね。9本目に紹介するのは、漁港の肉子ちゃんだぜ。ジブリ映画なの？この作品はジブリではなく、西加奈子さんが2011年に発行した小説が原作になっているんだ。明石家さんまさんが制作に関わっていたことで話題にもなったんだぞ。監督には渡辺歩夢さん、声優メンバーもなかなか豪華な人が揃っているんだな。そうなのね。幸せな物語かと思えば、肉子ちゃんは何度も男に騙される設定だし、毒親設定だったりと思っている内容ではなかったりするんだぜ。ツイッターでも大炎上したしな。なるほど、子供と見るには難しい映画なのかもしれないわね。10本目に紹介するのは、エイプリルフールズだぜ。どんな内容なの？エイプリルフールの日に7つの嘘から始まる物語なんだ。7つの嘘がいろんなところから一つにまとまっていく話だぞ。嘘をついてもいいか。最初はいろんな事件に巻き込まれて大変な一日だけど、終わってみるとみんな幸せな一日に変わっているんだ。そんな日もあってもいいよな。そうね、みんなが幸せになれる嘘ならいいわね。ということで、令和ではありえない映画10選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。